栗原博之2月18日から2014年5月23日は、日本の実業家、温霊熱医療研究家、ロハスジャパン株式会社設立発起人、セキュア,アソシエート設立発起人、伊豆修善寺の古関明医師の生命体酸化還元療法を改良して、温霊熱刺激療法を、下、沖和之、山口博之、服部正夫 内藤康樹と共に開発した研究開発者。尖閣諸島の南小島、北小島の元所有者としても知られる。埼玉県埼玉市出身。栗原敏郎の三男で母、兄、姉、妹がいる。栗原家は地主の家系で家父長性に貫かれた家だった。家族の中で父親の存在は非常に大きく特別な存在だった。 父は、大宮の王子主として名高く、政財界にも人脈を持ち、フィクサーとして有名な菅原通斎と共通の弁護士を通じて、つながりがあった。父には、ゲゲのものとは付き合うなという考え方があり、ほとんど外で遊ばせてもらえなかった。小さい頃は、アレルギー体質で虚弱だったが、中学に入る頃には健康になった。中学一年生の終わり頃から、 全く勉強をしなくなった。兄の国木と共に菱や海韓株式会社を設立し、貸しビル業を営む。戦災と結婚した頃、イタリアタイルの輸入業を営んでいた。しかし会社は1976年に倒産した。また、銀座で金融会社をやったり、結婚式用の協会を作ったりした。栗原家が尖閣諸島を引き継いでからは、兄弟で、 尖閣の維持管理に尽力した。2014年2月、肺炎により緊急入院をしてからは、入退院を繰り返していた。2014年5月23日に、肺がんで死去。67歳没。栗原家が所有していた尖閣諸島の島は、魚釣島、久バ島、南小島、北小島であった。久バ島は、米軍が射撃爆撃場として利用していたが、 1992年に防衛庁との間で20年の賃貸契約を交わした。残りの3等は2002年から政府が借り上げ、政府の管理地となった。4等の賃貸料の合計、年におよそ3000万円が栗原家に支払われていた。この国有化の話は、もともと東京都への売却方針で推移していたが、急転直下での政府への売却で、 ほぼ同時期に出版の予定であった原稿を差し替え、国営化後に尖閣諸島を売りますの題名で出版した。大宮の総統総体制山府門院にある栗原家代々の墓所に小賀義嗣とその妻、花子の墓がある。小賀義嗣と栗原家の間には相当強い結びつきがあったのは間違いないが、その結びつきの発端について広雪は知らない。広雪の元妻によれば、 夫は毎晩銀座で豪遊し、女遊びに明け暮れていた。義手から聞いた話だが、夫は高校生の頃から親の金で遊び放けており、銀座の三越で何十着ものズボンを実家の付けで買い、それを七夜に売って遊ぶ金にしたり、金品を家から持ち出すのも日常茶飯事だったそうだ。と述べている。ひろゆきの娘、青子によれば、 父はもともと女癖がひどく、別居中にも、社員やアルバイトの子など何人もの女に手を出していた。領土を守る国士のような顔をして、テレビに頻繁に出ているが、そんな人物ではない。金と女にだらしなく、虚言癖もあって、一度としてまともな仕事に就いたことが、ない。そして私たち家族を苦しめ続けた。と否定的に述べている。栗原家のルーツは、会。 武田氏の一族の出で、現在の埼玉県埼玉市大宮区に今日構えて500年近くになる。栗原博之は、栗原家は17代続く、大地主とメディアに不意調していたが、博之の娘、栗原青子によれば、大正時代、私の祖父父にあたる人物が、あずき相場で大儲けし、そのお金で埼玉県の大宮一帯の土地を買い漁った。それが始まりです。という、 自宅は大正時代に建てられたもので、木造三階建て五層造りのその洋館は、近所で最も高い建物だったので、当時の市内の小学校では、課外授業などの見学場所になっていた。広雪の父、敏郎は、栗原家の次男として生まれた。日本新四六第三十八版によると、栗原敏郎の職業は、地屋主である。また戦前はいろいろな事業を営み、 五国と肥料を取り扱っていた。しかし終戦後は、農地改革の問題などもあり、財産を切り売りして、その処置に当たるなど、非常に苦労した。政治に強い関心を抱いており、多くの政治家たちとの交流があった。衆議院議員や大宮市長を務めた、加藤六之助に可愛がられていた。性格は気難しく人付き合いも限定していた。 必要最低限の人付き合いと会話しかしなかった。土地を受け継いだとしろうは、近隣住民との裁判に死ぬまで明け暮れた。裁判好きの栗原として知られた。菅原通斎母の実家は、日清宝石の染色工場を経営していた。桜田武史とは、桜田がまだ、名古屋の工場長だった頃から、母は親しくしていた。父が亡くなった時やに、国木は26歳だった。 その当時家業を継ぐための社会勉強として菅原通斎のもとに修行をに出ていた。秘書と運転手を兼ねた。父と菅原通斎とは共通の弁護士を通じてつながりがあった。埼玉市大宮区樹農町の騎谷会館を経営。妹は二国旗の養子となり、久場島を継承した。広ろの元妻は別居中に東京三鷹に小さな家を建てた。 1998年、正式に離婚した。週刊、文春に、栗原家の内情について、ひろゆきの元妻と娘青子のコメントが掲載されている。ありがとうございます。